現場には作業船が待機し、船上では潜水のための作業が行われている模様です。今朝7時ごろ、知床沖の沈没した観光船の捜索のため現場海域に到着した作業船海進。潜水士は午後から予定されていた水深およそ120メートルの捜索に向けて、午前10時に高い水圧に体を慣らすための加圧室に入りました。しかし潜水士による飽和潜水が間もなく開始される予定でしたが、潮の流れが速いため作業の再開の見込みは立っていません。水中エレベーター降下開始予定時刻の午後1時、潮の流れが速く作業は中断。海底付近での捜索が始まったのは予定より2時間ほど遅い午後4時半ごろでした。一見波は穏やかにも見えますが、潮流が飽和潜水に及ぼす影響について専門家は、このベルの中って13気圧のほぼね、ほぼ13気圧の気体が詰まってるんですけども、要するにこれほっといたら浮いちゃうようなもんですよ。ほんのちょっとした潮流、そういう影響をもろに受けるっていうこと。一方、知床岬付近では昨日午前、漁をしていたウニ漁師の方が海底でジーンズやタンクトップなどの衣類を発見しました。ジーンズにはベルトがついていて、大きさから男性のものとみられています。ウニ引き上げたら、そのウニの網にジーパンが入ってた。エドウィンの40インチのサイズので、次の網でタンクトップとポーチが入ってきた。ああ、やっぱりあったんだなって。この辺にどっかにはあると思ってたから。依然としてつかめない乗員乗客12人の行方。飽和潜水ではまず船内の行方不明者の捜索が行われ、その後船の引き上げに向けた調査が進められることになります。